D にあるセルパンカンパニー本社からライブメタルモデル V の反応が発見されました。セルパンカンパニー本社へ向かいモデル V を破壊してください。今、新たな時代の幕が開く。だがお前は何も見ることはできない。新世界の光はお前には眩しすぎるだろうからな。死など恐ろしくもない。俺の魂はモデル V のもとセルパン様と一つになるのだからな。嫌なやつだね。まだセルパン様に立てつこうってのかい？だったら諦めるまで何度でも切り刻んでやるだけさ。私はモデル V と一つになって生き続ける。何度でも何度でもあんたを切りつけてやるからね。
まだセルパン様に逆らうとは、これも若さゆえの過ちか。君は何も見えとらんのだよ。セルパン様の作る世界、人々の進化の道もな。君は若すぎたのだよ。人としてもロックマンとしてもな。わかるはずだ。我らの進化すべき道がな。
再びお前と戦うことができようとは、魂がうずくぞ。さあ小娘、仕切り直しといこうか。魂のみとなってもわしは戦い続ける。モデル V と一つになってな。これがセルパンの言っていた修羅の世界か。たまらん、たまらんぞ。喜びな。わしがおめの墓穴をほっといてやったでの。あとはさっさとおめを埋めちめえだけだ。までビリビリ来てやがる。おめの墓穴はこのまま残しといてやっから、安心して死にな。死んじまったよ。ま、仕方ねえか。セルパンさんよ、俺の魂モデル V にくれてやるぜ。
だがそれもここまでだ。お前の独りよがりな正義は我らによって踏みつぶされる運命なのだ。歴史に大きな足跡を残すだろう。お前が踏みつぶされた大きな足跡をな。絶望を取り込み自らの力とするためだ。さあモデルブイ、この国の恐怖と絶望を喰らい尽くせ。弱き者は我らと一つになることで苦しみから解放される。選ばれし者、ロックマンによる人々の救済、これがプロジェクトヘブンだ。ロックマンによる人々の救済だって、この国の人々を犠牲にしてそれでも救いだというの？
少女、いつまで自分だけ正義を競うつもりだ。我らは多くの犠牲者から選ばれた新世界の王、その候補者なのだよ。モデル軍が滅びをもたらすものでは、進化を促すものだ。私は進化についていけない人々に生きる意味を与えてやろうと言っている。お前はただ過去の自分にイレギュラーの恐怖に怯えてるだけだ。だから人の上に立とうとする。こんなものが進化だと、お前の理想だというのか。理想だと、ざれ事だ。私はこの国の人々の魂を喰らうことでモデル V の力を得た。君もあの赤のロックマンからモデル Z を受け継いだからこそ今ここにいるのだ。犠牲をなくして人に進化はない。それを証明する者が我らロックマンだ。最後に君の恐怖と絶望、私の勝利の喜び、最高の感情をモデル V に捧げよう。最後の鍵だったのだ。君は今とても強い感情に突き動かされている。この私の力を上回るほどの強い感情にだ。私への、そう、憎しみの心だよ。私がモデル V 覚醒の鍵だったっていうの？それじゃ
私の戦いは一体何のために。諦めないで。お前の戦いはまだ終わってはいない。我らはお前の復讐のために力を貸したのではない。ムカつくやつをぶん殴って終わりなんてガキの喧嘩やってんじゃねえんだ。熱くなっちゃダメ。力任せに泳いでも水を濁すだけよ。たとえ闇の中にあろうと、目指すべき光を見失ってはならない。君の力は憎しみの力なんかじゃない。本当の力は、本当の勇気はまだ君の中にある。自分を信じろ。そうだ、私はあの時みんなに誓ったんだ。私が全て守るって。ならば決めようじゃないか。新世界を支配するロックマンの王。私はそんなものにはならない。セルパン、お前が全てを支配するロックマンだというのなら、私は全てを守るロックマンになってみせる。なんですって。ダメだ。
もう部屋が持たない。脱出しなければ。私にはモデル V を作った男の血が流れている。私の力は世界を支配するためのものだというの。おいおい、誓いの言葉をもう忘れたのか。俺の魂を受け継いで戦い続けると言ってくれたのは嘘だったのか。ジルエ、でも私の体に流れる血は。ならお前は知りもしない男に決めつけられた運命に従うのか。運命は誰かに与えられるものなんかじゃない。文字通り自分が目指す未来へ命を運ぶことだ。お前の運命は前だけが決められる。私の運命は私だけが決められる。そうだ、お前が何者であろうと関係ない。その力はお前だけの未来を掴む力なんだ。セルパンが言ってた。私の力はたくさんの犠牲の上にあるものだって。けど受け継いだのは力だけじゃない。ライブメダルを作った初代司令官、私を守ってくれていたジルエ、それにガーディアンのみんな、この世界を守ってほしいっていう思いもみんなは私に託してくれたんだ。だから私はみんなを守りたい。お前が世界を運べ、お前の信じる未来までこの世界を送り届けろ。それがお前に託す最後の運び屋の仕事だ。エール、僕は君の勇気を信じている。君が作る未来を僕は信じるよ。運命に立ち向かえ、未来を切り開け。それがお前たちこの世界に生きる者全ての戦いだ。エール、私たちの戦いか。私にはみんなに託されたものがある。みんなに託された力がある。私は戦うよ、みんなの大切なもののために。
ー。